Welcome to Tokyo Tokimeki Channel. I'm Satoshi, your navigator. Today, I asked young women in Harajuku a variety of questions. First, please watch the video. 初対面で男子のどこを見ますか？顔。顔。眉毛。眉毛。目。目。口。本当ですか？男子を好きになる瞬間ってどんな時ですか？自然に。自然に。ちょっとなんか面白いなみたいな。面白いな。一緒におって楽しい。楽しい。優しい。優しい。じゃあ初デートでこうどんな告白をされたいですか？どんな風に告白をされたいですか？普通にストレートに好き。でも好きって言われたい。もうシンプルに。シンプルに。やってくださいみたいな。シンプルに。じゃあ初デートでじゃあどこに行きたいですか？海遊館。海遊館いいですね。遊園地。遊園地。海遊館。もし彼が浮気をしたらどうする？別れる。別れる。いや分かれへん。許してしまう。許してしまう。多分許す。なんで？なんで？こんな男子は嫌だ。おもんない人。おもんない人。汚い。いいですいいです。行儀悪い。行儀悪い。女の子と絡み激しい。今までに付き合った彼氏の人数を教えてください。いい人いい人思い出して。軽く10ぐらい。10ぐらい。やば。5ぐらい。6。経験人数っていうのをよかったら教えてください。マジで？これ無理や。2、3人。2人ぐらいじゃん。2人ぐらい。1人。What did you think? Are they different from women in your country? Please leave a comment if you like.This channel will provide all kinds of information about Japan. If you are interested in this field, please subscribe to the channel. We are also waiting for your requests. See you in the next video.